久保さん、闇金牛島くん3にしましょうか。昨日映画見まして、与沢さんのがモデルとなったこの情報商材がテーマになってるんですよね、闇金牛島くん3の映画。で、闇金牛島くんの最後のシーンがね、その3の最後のシーンが、なんか100万円返してくださいみたいなね。まあその情報商材を売った青年が、バス停で待ってるんですよ、バスを。まあその情報商材を手洗って、違う農業のね、ビジネスを始めて。で、最後、まあ、なんかバス停にいるんですけど、で、なんか、お母さんっていうかね、主婦の人が、お願いです !100 万円返してくださいみたいなね。で、まあ、その子のお母さんも来て、息子が迷惑かけましたみたいな。で、あなたも謝りなさいみたいなね。すいませんでした、みたいな。で、闇金牛島くんが来るわけですよ。で、闇金牛島くんのセリフが、お前本当に、なんだっけな。悪いと思ってんのかと。命張ってやったんだろう、みたいな。っていうセリフで終わりましたね。そんな感じです。まあちょっと興味深かったですね、僕としては。あ、そう。で、で、あ、それで、そうそう。あの、も、あ、じゃあそれが、最後、つ、それが最後じゃないですね。最後のオチが、最後が、その、最後が、その、また違う人が出てきて、なんかその、借金話をしてて、で、そのスタッフがね、スタッフじゃないか。そのお客さんが、お客さんだったかな？なんか、なんでこんな辛い、大変な闇金みたいな仕事してるんですかっていう、牛島くんに問いかけて、で、牛島くんが最後、飯食うダメだと。みたいなね。飯食うためだ。終了。みたいな。そう。なんかね、まあ、興味深かったですね、いろいろと。なんかその、一言二言、闇金牛島くんのセリフって、なんか一言二言なんですけど、なんかね、それを深掘りして考えると、非常になんか、面白いなっていう。その意図というか、何を考えてたのかっていう。まあ、僕もね、その、飯食うことに関しては、すごい同意なんですよね。まあ正直その闇金牛島くんで描かれている情報商材は、まあ、完全ちょっとなんだ情報商材なんかやべえだろみたいな、もうダークサイドの情報商材の感じで描かれていて、まあ一般的にその情報商材ってまあ多分そういうイメージもあるし、まあ闇金牛島くんで描かれてるし、で僕はもう情報商材17年やってるわけですよ。で一般的にはなんだろうな、まあ綺麗な仕事ではないと思うんですよね。だけどなんでそんな綺麗な仕事、一般的に綺麗な仕事ではない、まあ本も出してますし、情報商材完全バイブルっていうね。完全バイブルっていうね。本も出しちゃってるんで。なんでこんな仕事を続けるかっていうと、飯食うためですね。飯食うため。牛島くんのね、セリフをね、すげえ共感しますけどね。食うためっていう。結構ね、僕いろんな人見てきたんですけど、やっぱ特にそのお金の話をする、お金の発信をする、お金を稼ぐ、教材を売るってなると、
やっぱあんまね、世間的にね、良くないんですよ。でも、お金について困ってる人はいるし。なんでその、習字とか、書道とか、英会話とか、なんだ？漢字の教室、英検、あ、違う、漢字の検定とか。まあそういう勉強は、別にあんま、あれなんだけど、お金の勉強を教えると、なんかあんまり良くないですよね。イメージが。なんか一番大事なのに一番怪しいと思われるっていうね。一番必要なのに、一番指さされるっていう、何なんでしょうね。まあ、たま逆に言うと、みんなそこで入ってこないから、いいっちゃいいんですけどね。そう、お金に対しての勉強っていうのを、なんか気嫌いしてるというか、だけど必要っていう、このジレンマですよね。まあ僕はまあ飯食うためにやってきます、これからも。はい、いってらっしゃい。